8月7日に開催された J1 第25節で、鹿島アントラーズはサガントスとホームで対戦。3対0で解消した。この一戦でチームを勢いづかせる先制点を奪ったのが、4-2-3-1の右サイドバックで先発した恋の君とだ。18分、ペナルティエリア手前で柴崎学のプレスからこぼれたボールに反応。ダイレクトで右足を振り抜き、 鋭いグラウンダーのシュートをゴール左下に突き刺した。ダズンの公式 X が右サイドバックなのにこの得点力。とつづってゴール動画を公開すると、SNS 上では、凄す,すぎるよ、本当にサイドバック。わら、素晴らしいゴール。気づいたら恋の君とがそこにいる。何回見てもすげえ。綺麗なキック、鹿島の宝、今の鹿島で一番シュートうまいと思う。 などの声が上がった。ルーキーイヤーの今季、ここまで25試合に出場して7ゴールを記録。DF ながら、その類い稀なる得点力を存分に発揮している。